さん、こんにちは。私は、東京新聞社会部のカバトシャと申します。この度は東京新聞チャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日は、東京新聞本社に、新しく設けられました、スタジオ502スタジオから初めての中継を行います。本日は自然写真家の高田純次さんの、環境問題の講演会をお願いしております。高田さんのご紹介を申し上げます。高田さんは、宮城県の石巻市出身でいらっしゃいまして、宇都宮大工学部卒業で、ダイビング雑誌の水中カメラマンを経験されて、世界100カ国以上の大自然を取材されていらっしゃいます。生き物や風景や星空まで、特に夜にかかる虹の幻想的な風景で高く評価されていらっしゃって、ナショナルジオグラフィックからの写真集など多くの著作を出版なさっていらっしゃいます。特にですね、映画の「グランブルー」という映画の主人公のジャック・マイヨールのモデルになった本当のジャック・マイヨールと親交が厚く、国内外で行動を共になさってきたカメラマンでもいらっしゃいます。こちらに当時ご出版された5本、これは高砂さんが撮影されたフリーダイバーのジャック・マイヨールの写真であります。また、高砂さんは海洋環境保護 NPO の OWS、 オーシャニック・ワイルド・ソサイティの副代表理事もなさっていらっしゃいます。まあ、先ほど申し上げましたように、石巻市ご出身ということで、ご実家がですね、東日本、大震災で津波被害に遭われてですね、お母様は今は宇都宮市内に、お住まいになっていらっしゃいます。石巻のご出身ということで、現在は宮城絆大使も務めていらっしゃいます。今回高田さんにお願いしてますのは、後ろにありますように、東京新聞の、栃木版でですね、大地のささやきというタイトルで、写真とコラムを書いていただきました。そういうご縁もございまして、今回、講演会をお願いすることになりました。高田さん、どうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今ご紹介いただきました高砂です。どうもよろしくお願いします。ご紹介いただきましたように、最初は水中カメラマンとして始めまして、その後、自然全体に興味が出てきて、いろんな水中の世界、生き物、それから虹ですね、あとは星空とか、いろんなものに、撮影の範囲が広がって、地球全体相手に撮影をするようになっています。でですね、そんな中でいろいろ見てきて、やっぱり30、今まで5年ぐらい見てきてますので、環境がだんだん変わってきてることもね、いろいろと目にしております。そんなことで、そういう、目撃したこととかですね、感じたことを皆さんにお伝えできたらと思って、今日は喜んでお引き受けさせていただきました。よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと写真を見ていただきながらお話しさせていただきます。ですね、南米のウユニ塩湖っていうところなんですけれども、この天空の鏡っていうふうにね、の異名を持つところなんですね。それはものすごい浅い、大体2センチとか1センチぐらいの浅さから、大体深くても膝ぐらいの、深さしかないそのウユニ塩湖なんですけれども、それも本当に11月、12月ぐらいからだいたい3月ぐらいまでの間だけ水があるっていうところなんですね。そこにフラミンゴがたまにやってきて、ちょっと羽を休めるんですけれども、その瞬間を撮影したもんです。浅くて、しかも少しぐらい風が吹いてもなかなか大きな波は立たないので、
空の様子が全部下にこう映り込むんですね。しかも下のその水の中が塩になっているので、白くてですね、その明るさがあんまり減らないというか暗くならないんですね。そんなことでよくあの空が映り込みます。そんな場所なのでこういうふうに幻想的な、ね、写真が撮れるわけですね。はい、こちらはですねアイスランドなんですね。アイスランドの、夜空を撮ったものです。で下の方に映っている白いところは、スコーガフォスっていうね滝なんですね。でこのあと山並みと滝が月の光で照らされていて星空が出ていますけれども、山の上にちょっとこうオーロラが薄く出ていますよね。そういう、まあ、幻想的なシーンに出会った時の写真です。それからこれは南米の一番こう南米の南端の東海上に浮かんでいるフォークランド諸島っていうところもありますけれども、そこはあのペンギンの楽園になっているんですね。そのペンギンたちを撮影したものです。まあ本当にペンギンはね鳥なんですけれども、ものすごい好奇心もあって、すごくお茶目でね撮影してても楽しいですね。まあそんな風に地球上あちこち駆けずり回って、まあ、35年間撮影をずっとしてきました。でもともと僕はあのさっきお話ししましたように水中のカメラマンから始めました。で35年ぐらい前からですね、もう本当にいろんなところに行って潜ったんですけれど、サンゴがね、特にあのやっぱりダイビングをやる場所っていうのは南の島が多いんですね。で南の島のサンゴものすごく綺麗で、もう本当に感動しまくりながらね撮影していました。これはあの沖縄のケラマ諸島というところで撮影したサンゴの写真ですね。まあカラフルでもあり、あとサンゴは石みたいなね、あのちょっと硬いのが多いですけれども、それなのになんかその植物とかお花みたいでもあって、本当に夢心地でね、ただただうわーすげーすげーって言ってね、撮影していました。これはパプアニューギニアの水中で撮ったものですね。サンゴっていうのもそのいろんな形のがあって、まあ、テーブル状のものから、あとは枝のような、ね、ものとか、それからこの脳みそのようなものとか、いろんなのがありますけれども、これは、まあ枝状のねちょっと黒っぽいものですね。魚が花声が群れていますね。でサンゴっていうのはまあ、植物のようでもあり、それから、石のようでもあるんですけれども、実際はその動物なんですね。まあ、僕らと同じって言ってあれですけども、動物なんです。それで毎年1回ずつ産卵をします。でですね、まあ、沖縄の場合ですとだいたい6月の満月の 2,3 日後っていうのが一番多いみたいですね。で、まあ、そういう夜だいたい9時とか10時頃にもう辺り一面申し合わせたみたいに一斉にわーっとね産卵を始めます。でこれは産卵をする直前、うわーってこう卵が一個一個のサンゴの先っちょからだん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 こうピンク色の卵がね頭を見せてきて、それでそういうのを観察しているとサンゴの一つ一つポリプって言いますけども、ポリプがもう生きんでる感じなんですね。で僕は子供が生まれた時に28年前に生まれる時に立ち会いましたけれども、その時もそのかみさんが生き物と一緒になってねこう手握ってふひひふとかやったりしましたけども、その時の感触感じがね思い出されましたね。もうサンゴと一緒になって生きんで、俺もうちょっとだもうちょっと出してサンゴに応援する格好でね、それでスポンとその後出るんですね。それが始まると辺り一面もうわーっとねサンゴ、このピンク色のサンゴが、舞い上がってきますね。水中にこんなような状態です。で周りを見るともう後ろも前も全部こういう状態になりますね。でまあ、こういう動物なわけなんですね。でこのサンゴっていうのはその、まあ、生きていることでこの形があり、それからポリプっていうのが、まあ、ある
魚の食べ物にもなったりとか、いろんなその役目がありますね。でこの写真のようにこのデバスズメという青いね細かい魚の住処になって、ここに例えばアジとかの大きな魚がこのデバスズメを食べに来てもすっとこのサンゴの中に入って隠れることができるわけですね。そんなことで、サンゴはそのいろんな生き物を育むね海の熱帯雨林というふうにも呼ばれています。あとはこれはコブシメっていう、まあ、イカの仲間ですけれども、これが産卵をするときはですね、サンゴ一本一本の間にね丁寧になんかこう指ですっとなんか埋め込むように優しくね卵を産んでいきますね。でこの間に産むことで他の魚に食べられたりとかしないで、そのまあちゃんと赤ん坊が生まれるまで育つことができるとね、いうわけで、サンゴっていうのはそのまあただいて綺麗っていうだけじゃもちろんなくて、こういうふうにいろんな生き物の住処になったり食べ物になったりとか、それから人にとっても、台風が来た時にそのまあ防波堤のようなね役目もしてくれるっていうふうな、ものですね。でそういうサンゴとかそこにいる魚なんかもうずっと撮影をして、もう本当感動しまくって撮影をしてきましたけれども、1998年にですね、エルニーニョ現象っていうもののすごい大きなものが起こりまして、で世界中のサンゴが白化現象っていうのを起こしてしまいました。で白化現象っていうのは白く化けるって書きますけども、この写真のようにもう全体がね真っ白になったんですね。でこれはどうして起こるかっていうと、水温が上がってしまって3度 2,3 度上がってしまうと白化現象するって言われますけども、かなり何度も上がってしまってですね、それで世界中の海で白化現象が起こりました。でこの白化現象が起こると、まあサンゴの中に共生しているその藻の仲間がですね、藻類の仲間が、もういらんないってストレスがかかってしまってサンゴから抜け出すんですね。そうするとサンゴが栄養を取れなくなってしまって、その抜け出した藻類についていた色素が、取れてしまうので、色素のないサンゴになってしまって真っ白になっちゃうわけですね。そんなことでまだ死んではいないけれども色が抜け落ちたもう死ぬ間際のサンゴみたいなのがこの白化現象した白いサンゴっていうことですね。でこれは沖縄で撮った写真ですけれども、うわ綺麗なサンゴの上にカエルウオがいるねって思われるかもしれませんけど、このカエルウオが乗っかっているサンゴは実はそのまあ死ぬ寸前の死ぬかもしれないもうなんかお腹が減っちゃってもうダメだよっていうサンゴなんですね。そういうふうなことが1998年に起こりました。でそれからですね、だんだん頻繁にその白化現象というのが起こるようになってきたんですね。それはやっぱりその海水温がよく水温が上がってしまうっていうことが多くなったっていうわけなんですね。でこの見ていただいている図はですね、サンゴのある場所の分布の図なんですけれども、まあ赤道を中心にして幅広くねこういうところにサンゴがあるわけですね。で沖縄のあたりまで日本でもあるのが分かりますよね。でこの今このエリアの紫とピンクの部分のほとんど多くのエリアはね、そういうふうに白化現象が起きてしまって、今もちょこちょこ起きてしまっているっていう状況なんですね。っていうのがまあ今の状況です。でですね、このだんだん海水温が上がってきているこのまあ海なんですけれども、この今グラフでピンクとかのあたりは特にそのサンゴでできた島っていうのが多くて、よく皆さんもご覧になると思いますけれども、ヤシの木がスーッと生えていて真っ白いビーチで平べったい島の写真とかがあると思いますけれども、そういうののほとんどはねサンゴでできてるんですね、土台が。でそういう島はサンゴでできてるので、海抜大体 1.5 メートル平均ぐらいとかですねっていう島が多くて、まあ高くても標高5メートルとかね、そんなような島が多いんですね。でそんな中の一つで、この今ご覧いただいているツバルっていうね島々があります。そこに行った時のねちょっと写真をご覧いただきたいと思いますけれども、
津軽というのはそのサンゴの、サンゴでできた島でして、干礁って言われるその本当にサンゴの縁、サンゴの何て言いますかね、サンゴ礁があって、その周りの縁のところだけがその海水の海面の上に出ている島々です。でご覧のように細長いね島になっていて、これが円を描いていますね、干礁なんですね。でここにはポリネシア人であるツバル人たちがねこうやって暮らしています。であのポリネシア人、ポリネシアっていうところはものすごく海域としては大きくて、ハワイからハワイとニュージーランドと、あとはそのイースター島をの三角形の中に幅広くそのポリネシア人というのは住んでいます。でね、あのポリネシアの人たち、ハワイもそうなんですけども、僕よく取材に行っていろいろとお話をしていると、感覚がすごく日本人と似ていて、遠慮したりね、ちょっとこうはにかんだりとかっていうのも似ているし、あとは自然に対するこの何て言いますかね、接し方、それから感謝する、自然に対する感謝する姿勢とか、そういうのもねすごく日本人と似ていますね。でそういう、ポリネシア人たちは僕らとやっぱり同じようにお尻にね生まれた時にその毛根斑がついてるんですね。これもまた不思議なんですけれどもね、やっぱり僕らと本当に似てるなという人たちです。こういう人たちが、まあ、平和に暮らしているのがツバルですね。でここ、まあ、あのご存知の方も多いかもしれませんけれども、大潮になってくるとその海に沈んでしまいそうっていうことで有名になった島ですね。で実際僕もあの満月の時に訪ねて行ったんですが、あの大潮になると本当にこうね、これは、ま、村の集会場なんですけども、そこに水がこういうふうにね溢れてきてね、うわーって感じなんですね。だからまあまさかまさかとは思って行きましたが、本当にこれを見て僕はびっくりしました。で、まあ、日本の NPO の人たちがあのこういうのとかね植えたりされてるって聞きましたけれども、こういうふうにそのマングローブっていうのはあの陸地ができる始まりっていうのも言われるので、マングローブを移植して、それでそのまあ陸地をねなるべく作ってっていうような努力をされたりしていました。でこういうふうなことが起こってるのはあのまあツバルだけじゃなくてね、南のさっき見ていただいたような南の島でいろんなところで起きていて、モルジブなんかも僕も何度もずっと言ってますけども、やっぱり海抜1メートル2メートルの島なので、どん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 大波が来たりね、それから大潮の時にはその水があの人が住んでるところにまで来たりとかっていうことで、一つ人工島を作ってそこに移住しようとかね、そういう話もあったりとかですねしてます。で実際ツバルでもあの環境難民だっていうことで、ニュージーランドとかオーストラリアに、受け入れてほしいということで、まあ、あのそういう話で議論になったりもしているようなんですね。なので、まあ、かなり深刻な今話のようですね。はい、じゃあちょっと話は北の方の話に行きたいと思います。この前にちょっと質問が、はいはい、あ、じゃあちょっとごめんなさい、質問をね、はい、あ、すみません、ちょっと、いくつかに分けてって言いますか、はい、それから、いろんなパートでご紹介いただけると思うんですけども、はい、ちょっと、まあ、先ほどのご説明でですね、うん、ちょっと、このフォークランドの、あれはペンギンがね、はい、ところで、どこに、ちょっとこう、ああいうペンギンが列を、なしてこう歩いてるっていうのは、はい、あんまりこう見たことがないので、まあ、ああいうのはだいたいこういう風に歩いていくものなのかっていうのと、まあ、あと、まあ、私には新聞記者やってますけど、フォークランドっていうと、はい、フォークランド紛争があったよなっていう風に思うんですけどね、そこら辺でこういう、まあ、すごくこの北のこの何ですか、海岸で楽しげに歩いてるペンギンたちがなんかこう、うん、どんな状況にあるかっていうのがあるんですけどね、はいはいはい、お伺いすればと思って、フォークランドは本当に人が首都の、スタンレーっていう町があってね、そこに住んでるぐらいで、あとはね島々がいっぱいありますけど、ほとんどペンギンしかいないような感じなんですよね。
なので、まあペンギンの楽園だっていう感じですね。で、この1列に並んで走ってるのは、あのペンギンたちはね、ちょっとビーチから少し上がった内陸部にコロニーがあって、で夜になるとそこでみんなでこう寝ててですね、それで朝になると海にわーっと来て、海で泳いでご飯、魚を取って食べて、それでまた、まあ、上がったりまた海入ったりしながら、夕方にはまたあのコロニーに戻ってお休みになるっていう感じなんですね。で今これはそのコロニーの方に仲間がいて、そっちに向かって走っている状況ですね。でね、あの海から上がってくる時なんですけど、波がやっぱりちょっとあるので、背が低いペンギンたちにとっては自分たちの背の何倍もの波の中をこう海から上がってくるわけですね。なので上がってくる時にその波に揉まれるのも結構あって、なので上がってくる時は勢いつけてザザザザザーッと上がってくるっていうのがね、多いですね。で島ではね、あのフォークランド紛争の時は結構地雷がいっぱい埋められたんですよね。でそれが全然取り切れてないらしくて、島行くとあちこちこっから入っちゃダメっていうね、そのフェンスがあったりするんですよ。で実際でもその中にもペンギンとかがいるんですけど、人間が入るとやっぱり体重が重いからバーンと爆発する恐れがあるんですけど、ペンギンは体重が軽いので、爆発しないらしいですね。なのでまあそんなこともあって人が入れなくてペンギンの楽園にどんどんなっていたっていう面もあるみたいですね、はい、人の埋めた地雷によって、逆に守られちゃってるっていう、そうですね、そういう皮肉なあの状況が生まれてるんで、そうですね、じゃあまた次の、あ、分かりました、はい、よろしくお願いします、はい。じゃあ次はですね、カナダのマドレーヌとって、今書いてありますけれども、セントローレンス湾というところに浮かぶ、マドレーヌ諸島ですね、そこの話をしたいと思います。ですね、大体、まあ、毎年2月ぐらいになると、この今図で見えている右上にあるグリーンランドなんですけども、グリーンランドの方面から、流氷がだん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 こう南下してくるんですね。でそれがこのフォークラ、セントローレンス湾、このマドレーヌ諸島のあるセントローレンス湾に入ってくるんですね。でそれと一緒にアザラシたちもここに来ます。でそこで子供を産むわけなんですね。でそれを見に、その人間、僕みたいな人間はそのマドレーヌ諸島までわざわざ行って、でヘリコプターに乗って、そういうその氷の上に降り立って、それで撮影したり観察をするっていうようなことができるんですよね。それで僕は何回かそこに行って撮影をしてきました。ヘリコプターでこう移動して氷の上に降りる前に見える風景っていうのはこんな感じなんですよね。今見えますかね、こうゴマ粒みたいな黒いポチポチがあると思いますけど、これがね、あのアザラシのお母さんたちですね、もっぱら。でぐにゅ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 、ちょっと跡が見えると思います。特に左手前ぐらいに、これはアザラシがこう這いつくばって歩いた跡ですね。でよく見ると下の方にちょっと赤っぽい跡とかもありますけども、そこが出産した跡だったりします。まあこういうふうにね、氷がいっぱいあるので、シャチとかその天敵になるようなものがこういうところに入ってこられないわけですね。なので安心してここで埋めるっていうことで、まあこういうふうな、そのまあ1年のサイクルでこういうところに来て産むっていうふうになっていったんだと思います。で氷の上に降り立ってみると、まあこんなふうにかわいいアザラシがね、ゴロ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 寝てキャー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 ね、泣いています。本当にね、かわいいです。でこれまだ生まれて 2,3 日しか経ってないんですけど、このアザラシの毛の色が少し黄色がかっていると思いますけども、これはお母さんのお腹の中にいた時の羊水の色がまだね、染みている色だそうなんですね。お腹にはね、お腹のへその方がまだついてます。でこれはあっちこっちに散らばってますけども、胎盤ですね。まだもうほんと出産の跡が生々しくあっちこっちに残っています。それでお母さんにこうやっておっぱいをもらっているシーンもあちこちで見られますけども、だいたいね、生まれてから2週間ぐらい毎日毎日こうやっておっぱいもらって、
1日に2キロぐらいずつ赤ちゃんはね太っていくらしいですね。でその間お母さんは何にも食べずにずっと、まあ、子育てに専念しているらしいですね。でこれはそんな赤ちゃんが1匹でいた時にですね、僕が撮影しようと思って腹ばいになっていたら、なんか僕をあんまり見えないらしくてですね、ちょっと勘違いして近寄ってました。で、泣きながらこう近寄ってきて、クンクンクンと鼻で匂いを嗅いで、カメラに鼻くっつけてね、持っちゃってますけどね、あれは僕じゃないっていうことで、アザラシたちの赤ちゃんがね、こうやって、氷の上にいます。でですね、この2週間の間に、まあ、おっぱいあげるのと同時に、だんだんその子供を水にも慣らさせていって、泳ぎを教えますね。お母さんのこの子供を見る心配そうな顔ね、それから子供はもう必死になってこう泳いでいる感じ、ね、人のなんか親子と同じようですよね。で子供はね、生まれたばっかりの時はまだそのなんか毛に水が染みちゃったりとかいろいろで浮力があんまりなくてもっと大変らしいんですけども、それでも頑張って、あとはそのまあ脂肪もやっぱり足りませんのでね、どんどんおっぱい飲んで後半になるともっと脂肪がついて、浮くようになってくるっていうのもあるみたいですね。こうしてお母さんも頑張って、最初入りたくない、水に入りたくない子供をね、うまく誘導して教えています。でまあ、僕は何日間かここにいて撮影をしていました。で実はですね、僕一番最初にここ行った時は1993年ぐらいかなに行ったんですね。その時はもう氷がねガッチガッチで、今一昨年行った時よりもものすごい寒くって、もうこんな海水が見えるところがあんまりなくてですね、ガチガチの世界でした。でそれが大体2000年ぐらいからね、少しずつ氷が溶けてきたりとか、氷が薄い氷しかない年があったり、氷がちょびっとしかない時があったり、だんだん氷がね軟弱になってきたんですね。でまあ弱い氷が薄い年とか、あんまり少ない年にはそのヘリコプターで行って降りられるような場所がない。でツアーがその再興されない年も結構あったみたいですね。僕はたまたま何回か行った年は全てその行けましたけれども、そんな風にだんだんね、やっぱ温暖化とともに氷が溶けてくる状況になってきています。で一昨年僕行った時、最初行った時はですねガチガチに凍っていて、あ今年は久しぶりにいいねってみんな言ってたんですけれども、何日間か滞在しているうちにだんだん氷が溶けてきて気温が暖かくなってきてですね、それで最後の方も僕がもう他の場所に移る時になってきたら、こんな状態で氷がかなり溶けてしまっておりました。でこの後僕は別の場所行ったんですけども、そっちでたまたまそのカナダのそのセントローレンス湾の氷の分布図っていうのを見たら、僕が撮影してたエリアに全然氷がなくなってってたんですね。なのでこの僕が撮影した何匹かの、かわいい赤ちゃんたちはね、全部で4週間氷がないと独り立ちできないらしいので、だいたいまあ2週間目ぐらいで氷がなくなった形らしいので、みんな死んじゃったんじゃないかというふうにね、専門家は言ってました。でまあそういうふうな話を別の場所で聞いてね、あんな子たち可愛いの撮影したなと後でねこう思い出しながらですね、いや本当に温暖化っていうのが特にこの場所は凍る世界の中ではかなり南の方に位置するところなので、温暖化の影響を受けやすいみたいなんですね。なので、かなり影響をひどく受けていて、アザラシたちも大変な時代になったっていうことなんだと思います。はい、じゃあ次は同じカナダでもっと北の方にあるチャーチルっていうところですね、ハドソン湾に面したチャーチルっていうところのお話をしたいと思います。ここはですね、ハドソン湾に
チャーチル川っていうのが流れ込んでいるんですね。で、ここの辺り一帯には実は北極熊がね、生息してまして、北極熊が11月ぐらいになると、数百頭ここにチャーチルの町の周りに集まってきます。なので、北極熊の首都っていうふうにもね、言われているところなんですね。で、なんでここに集まってくるかというと、ハドソン湾の海が凍ると、その上にその北極熊たちは出ていって、で、氷の上でアザラシたちを飼ってですね、それで食べるんですね。で、氷が海にない時は陸地にいて、ほとんど何も食べずにお腹空いたということでね、食べないでいるらしいですね。で、大体それが海が凍るのが11月の後半ぐらいから凍り始まって、大体7月ぐらいまで氷があるらしいんですね。で、なんでここに集まるかというと、チャーチル川から真水がこう流れ出て、ハドソン湾に注ぐわけですけども、真水が注ぐところがやっぱり最初に氷が張るので、そこから海がどんどん凍っていくっていうことで、ここから海に出ていく。で、ここに来てそのホッキョクグマたちが凍るのを待ってるんですね。で、それを人間が見に行くっていうような場所にもなっています。でね、ここは本当にこの真水と、海の水が交わるところなので、ホッキョクグマがいる以外でも、例えば夏場にはですね、このベルーガっていうのが集まってきます。で、ベルーガは夏になってその川からすごい栄養分が流れてくるわけですね。で、その栄養分を食べにイワシたちとかシシャモたちがね、いっぱいこの河口に集まってくるんですね。で、このシシャモを食べるためにこのベルーガ、シロクジラが集まってきます。で、僕は夏にも行ってそのベルーガを見て撮影してきました。はい、そんなようなね、場所ですね。本当にこう海と、それから川と、あと氷とね、その辺りがぐる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 その循環、そしてそこで生きる生き物たちがいろんな関わり合いの中でね、暮らしているところですね。で、ホッキョクグマたちは11月頃にその、僕行った時、海が凍るのを待ちながらですね、時々オス同士がこうやって、日本では相撲を取るって言いますけども、こうやって相撲を取ってね、この訓練してるような感じでしたね。ただ、はい。で、ここでは当然その赤ちゃんが生まれる、わけですね、その北極熊の。で、北極熊の赤ちゃんを見られる場所っていうのもあって、さっき地図ご覧いただきましたけれども、あの地図の、チャーチル川が海に注ぐところのもうちょっとこの東南東の方にですね、ワプースク国立公園っていうのがあって、その辺りでお母さんたちが赤ちゃんを産みます。で、それをですね、この雪上車に乗って、あっちこっちツンドラ地帯なんですけれども、そこら辺を回りながらですね、その親子の姿を探して撮影しました。で、こういうツンドラ地帯にですね、本当に今は少なくなったって現地の人も言っていましたけれども、探しているうちに親子の姿がたまに見られるっていう感じですね。ちなみにこの写真のちょうど中央のほんの少し左下ぐらいに、ちょっと雪のくぼみみたいのがあって、何かいるのが分かりますかね。ここにホッキョクグマの親子が見られます。で、ここはね、ものすごい寒いところで、特に2月とか3月なので、一番寒い時ですね、体感温度マイナス50度とかになりました。で、カメラで撮影していると、僕の鼻息がカメラにかかってすぐに凍って、こんなような状況になりました。で、さっき見えたホッキョクグマの親子の姿、こんな感じです。で、もう子供たちがね、お母さんのお腹のところに、なんかもう優しく包まれて安心したような感じでね、こうして寝ていました。で、お母さんもなんか子供たちと一緒で満足げな表情ですよね。ほんと可愛いです、これもね。で、この親子はですね、しばらく、親子だけで過ごしていて、で、お母さんはやっぱりこの時点の前の年の7月ぐらいから、陸に上がって何にも食べてないわけですね。で、子供を産んでおっぱいも与えて、しかもまだ今のこの時点でも食べてないので、お母さんは海にやっぱり出て、そろそろ、アザラシ漁をして食べたいわけですね。
なので親子で少しここで過ごしてから、まあ、海に向かって歩き出します。で、子供はね、やっぱり人間の子供もイルカの子供もみんなそうなんですけれども、好奇心が旺盛で、もう木に登ってこうやってたりとか、それからお母さんの背中に登ったりね、ものすごいとにかく可愛いですね。ぬいぐるみが遊んでるみたいな感じです。で、この時ね、ちょっと撮影できませんでしたけども、この枝が折れてボンとその後、この後ね、落ちたんですよね。本当に笑いながら撮影していました。で、まあ本当にこういうシーン見て、母親のね、子供に対するその愛情と、その、見守るような目つき、それから人の、それと本当に同じだなとつくづくね、思いましたね。で、まあこういう場所なんですけれども、やっぱり温暖化っていうのがね、どんどん進行していて、11月の後半にずっとまあ、海が凍り始まっていたわけなんですけども、その凍り始める時期がだん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 後ろに遅くなってきているんですよね。で、僕が最初に行ったのが、2000年ぐらいだったかな。そのあたりでもやっぱり結構遅くなって、11月の後半に行っても、何日間もそこで撮影していても、海が凍らなくて、だん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 ホッキョクグマたちがね、雪の上になんかこう腹ばいになって、腹減ったって感じでね、みんなだんだんぐったりしてきたような感じだったんですね。で、現地のその教会の人たちも、今年は本当に遅いからそろそろ餌あげないともうみんな死んじゃうんじゃないかとか心配してたりもしましたね。まあだんだんその氷が張るのが遅くなっている、それから氷が溶ける7月の氷が溶けるタイミングもどんどん早くなっているみたいで、っていうことはイコールそのホッキョクグマが海の氷の上に乗っかってアザラシを食べられる期間が減っているっていうことでもあるので、ホッキョクグマ的にはすごく大変みたいですね。やっぱり数が減っているみたいですね。で、このその他にもやっぱり海の氷がですね、どんどんやっぱり薄くなってきているみたいなんですね。なので氷が薄くなってくると、そのプランクトンの数とかが変わったり、それから海の氷が溶けるとその上層のところがですね、真水になって、その何にも生命がいない感じになったりとか、まあその辺のバランスが崩れて、プランクトン、そのプランクトンの発生の状況が変わって、それを食べるイワシもやっぱり変わってしまう、減ってしまう。で、そのイワシを食べるアザラシもやっぱり減ってしまうということで、そのアザラシを食べるホッキョクグマも、お腹が空いてしまうという状況になっているらしいですね。まあいろんな面で、やっぱり暖かくなってきていることがいろんなダメージを与えているみたいですね。あれですか。はい、ありがとうございます。やっぱり高砂さんの、まあ、最近出されたご飯ね、はい、ウォーターなんかでも、こうやっぱりこのすごく可愛いアザラシの赤ちゃんがこう紹介されていて、はい、こうなんかファンの方もやっぱすごいな、可愛いなと思ってね、買われると思うんですけど、まあ、そういうのを紹介するっていうことで、はい、今までずっと5本撮影もされてきたと思うんですけど、やっぱり、はい、今お話になったみたいに、実はその可愛くてね、こういう遊んでるっていうか寄ってくる子も、本当に実は死んでしまうんだよねっていうような状況やっぱあるわけですかね。そうですね、実際そうやって死んでいる年も結構あるみたいですよね。まあ僕は実際にその目の前で死んだりとかもちろんないですけど、ですけどもう一昨年に行った時も、その僕がいなくなった後に氷がなくなったっていうのがもう本当に明らかになって、みんな死んじゃったわけですし、なんかだから本当に迫ってるというか、もう現実ですごく起きてるっていうのはね、間違いないっていう感じですよね。やっぱり高田さんなんか世界を回って、こう美しい可愛い写真をいっぱい撮ってきたっていらっしゃるんですけど、はい、まあだからこそその でもその何ですか、対象の生き物たちが死んでいくじゃないか、それは人間の影響、はい、例えば温暖化だとか、それが本当に影響してるんじゃないかっていうのはやっぱりお感じになってるので、はい、今回ね、こういうご講
演とか、まあ、そういう、はい、機会をでやられたいっていうのがあるんですかね。そうですね、はい、やっぱりね、なんか東京にいるとね、日本にいるとなかなかそういうのってこう実感できないと思うんですね。でもまあね、東京とかその僕の実家の石巻なんかでもやっぱり昔小さい頃はつららが、すごいつららができてたのに今はほとんどできないとかっていうのがあるんですけど、でもなんか実感としてはあまりね、なんか本当に温暖化になったら困るのとか、氷が溶けてるの本当みたいな感じになっちゃうと思うんですけど、実際まあでも見てきたこととか、写真も撮ってるのでね、そういうのを見てもらって、実際のやっぱりまあ危機感だけじゃないんですけど、状況をね分かってもらいたいなっていうのはすごくありますね、はい、ツンドラもこう、よくツンドラが溶けるとこうメタンが、あって、まあ、浮き上がってきて、それも温暖化のね、その影響の一つとも言われてますけど、やっぱり他にも何かツンドラが溶けることでの影響っていうのが。そうですね、ツンドラ溶けると、まあ、そうメタンが出てとかね、ありますけども、あとはその例えばシベリアのツンドラの中から、3万年前の、ウイルスが発見されたりとかっていうのもあるし、ここ何年かで何件もね、そういうの発見がありますしね。あとはその氷河の中からやっぱりウイルスが、20件発見されたとか、そういうのも聞きますよね。だからそうすると今のこの、まあ、コロナのね、ウイルスの話で今みんな世界中大変な目に遭ってますけども、そういうのがまたいろんな別のウイルスとか新しいウイルスが出てきて、それで僕らが被害を受けるっていうのもすごくありそうな感じだとも言われますよね。なかなか自分たちの影響で溶けて、その溶けて、それまたこう未知なるものがこう脅威として出てくるみたいな、はい、そうですね、こともあるかな、恐ろしいですよね、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ次は太平洋のど真ん中に浮かぶミッドウェイ島というところの話をしたいと思います。これはハワイから、何千キロか北東に行ったところにある、まあ、ハワイ諸島の一部なんですけども、ミッドウェイ島ですね。でここは本当に周りには人が住んでるような島が全然なくて、コアホウドリっていう鳥のね、一大繁殖地になってるんですね。で、ここを僕最初に行ったのは1996年で、ちょうどこの島には基本的に人が住んでなくて、米軍基地だけがありました。で、ちょうど1996年には米軍ももう撤退するっていうことで、撤退の準備をしていましたね。なので、ほとんどその島にも基本人が住んでないし、周りにも全然いないような、もう絶海の孤島ですね。これ映ってるのはコアホウドリで、繁殖期になるとですね、コアホウドリたちはまあそのお互いに求愛して、その踊りもすごい可愛いんですけども、お互いに向かい合ってね、こうくちばしを叩き合ったりとか、こう脇の下にくちばしを入れたりとかで、いろんな踊りをしながら、まあ求愛行動して、それで交尾をして卵を産みますよね。で、卵がだんだん帰って、このこういうようなね、ヒナが生まれます。で、このヒナは少し時間が経っていて、だん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 その毛が生え変わって、子供の時の毛が頭とか首にまだ残ってますよね。こんな感じでビーチでね、あちこちに見られました。で、だいたいこれぐらいの時に羽ばたいて飛び立つ準備をしてね、練習をしているんですね。まあその姿は羽ばたいて少し1メートルぐらいふっと上がってまた降りたりとかね、一生懸命練習をしているのもまた可愛かったですね。で、こうやってお母さんが海からその餌となるものを拾ってきて、それで子供たちにね、口移しでご飯をあげます。で、ところが、まあ、僕があちこちさそのミッドウェイの上で撮影をしていましたけれども、ところどころね、ビーチにこんなにこのヒナの死んだ、まあ、死骸がゴロゴロしてんですね。なんでこんなに死んでるんだろうと思って近くに寄ってみると、まあ、もっと腐ったのとかがねあって、見てみるとですね、プラスチックのゴミがね、胃のあたり中心にいっぱいこう腐らずに残っていて、で、まあ、この子供たちの体は腐っているって、こんな状況のがね、あちこちで見られたんですね。うわ、どうしたんだろうこれはと思って、まあ
ガイドさんに聞いてみたら、これはそのお母さんが海からご飯だと思って拾ってきた、そして 口移しであげた、あげて飲んだものらしいんですね。ということは、そのプラスチックの破片とかゴミが海をいっぱいこう漂っていて、それをまあ食べ物だと思ってお母さんが取ってきて子供に与え、子供のお腹の中はこうプラスチックでいっぱいになって餓死してるっていう状況らしいんですよね。なので、まあさっき見ていただいた子たちもお腹には結構な割合でね、割合というかほぼ 100% みんなこれは入ってると思います。多い少ないが違うだけで、でかなりの子たちがこうやって死んでいってるのを、ね、見ました。これはまあ96年ですからかなり昔なんですけれども、すでにそれが起こってましたね。で、これご覧いただいているのは、太平洋ゴミベルトっていう、その、まあ、海流に乗っかってね、ゴミがプラスチックのゴミがぐる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 海の上をこう循環してる、その海流の図なんですよね。でミッドウェーはこの中心部分のやや下ぐらいなので、このゴミベルト の、まあ、その縁に当たる感じですかね。なのでそのゴミがぐる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 回っているのがしょっちゅうその、島にも上陸してたまるし、それから海の上もいっぱい流れているので、それをまさかコアホウドリのお母さんたちは食べられないものがぐるぐる回ってると思わないので、それを取ってきて食べ、子供に与え自分も食べると。で親たちはまあある程度吐き出したりもできるっていうことなんですけど、子供たちはなかなかそれができずね、あのような悲惨なことが起きているみたいですね。まあ僕さっきも紹介していただきましたように、石巻の出身でして、これはまあ僕の実家のすぐ近くの海辺なんですね。石巻の中でも綿の葉っていう地区なんですけれども、本当に津波を受けてね、このようにもうほとんど家もみんながバーンと流されたりとか、それから、残ってもめちゃくちゃになっちゃったりとかですね、そんな状況でした。でまあ僕の実家は一応家は残ったんですけど、やっぱり津波の被害を受けて、全壊っていう扱いで壊すことになってしまいましたけれども、こういうところでした。でこれはね、まあ、実家のすぐ近くの女川というところの海に潜って去年の1月に撮影したものですけれども、海の中に潜るとやっぱりまだ津波が来た時以前の生活で使っていたものとかなんかがね、その津波で流されて海にバーッと運ばれて、海の底にねまだいっぱい沈んでました。例えばご飯のね、そのジャーとか、それから子どもたちの遊んでたおもちゃとかね、食器類とか、それから鉄骨とかもね、なんか流されて海に沈んだみたいで、この右下ですけど、ここの中にでもいろんな海の生き物がこうして住み着いて、でそこにハゼがこうやってね住んでいましたね。まあ自然っていうのはある意味たくましくって、何でも、こういうのも住みかにしてね住んでしまうようなね、たくましさももちろんあります。まあこういうのを見るにつけ、まあ僕震災の時はそれまではその例えば石巻で取れるホヤとかカキとか大好きでね、もう本当に海ってすごいと思って、ありがたいありがたいって言いながらね、温かさに包まれて、育ってましたけれども、まあ津波が来てからはその海の厳しさとか自然っていうののそういうね摂理とかも感じて、まあ温かさと厳しさと両方感じましたね。まあそんな中ででもやっぱり僕は海とか自然の写真を撮ってるので、自然のことをやっぱりもっと分かって、でそれと同時にそのなるべく自然に負荷をかけないように生きていかなくちゃいけないなっていうふうにね、すごく思いました。あれですね、もう今年でですね、その震災からちょうど10年間もなくなるということなんですけども、はい、お母様はね、その宇都宮にいらっしゃるということなんですけど、実際のふるさとのその石巻のこの綿の葉とか、はい、住んでいらっしゃる方っていうのは今どんな感じでいらっしゃるんですかね。まあ僕の実家があったところの近くはね、やっぱりその津波で壊された家とか、まあどん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 やっぱり取り壊されて、空き地になってるところいっぱいあるんですね。でなかなかまあ復興といっても、その直後はいろんな人がその支援したりとかして、
ある程度盛り上がったみたいなんですけど、やっぱりそれが一段落して収まっちゃうとまた大変さが来て、結構会社とか仕事も大変だったり、それから出てった人は戻ってこないとか、なかなかそう簡単にはいかないみたいですよね。やっぱりこういう状況ですから、いろいろ、まあ、漁業なんかは結構復興してるんですかね。まあ、それなりにね、とは思いますけれどもね、はい、まあでもなかなか大変とは聞きますね。何かこういう状況ですから、何かこうお取り寄せとかね、何かいろんな形でサポートとかしていくっていうようなまた動きが出てくると、まあやってらっしゃるんでしょうけどね。そうですね、何か、うん、そういうのが盛り上がるといいんですけどね。まだまだこれから、まだまだこれからやっぱり復興に向けて、まあ、力が必要だなっていうことですかね。そうですね、まあ、日本全国いろんなね、今天才があるので、なんかそういうのもあちこち必要になってきてますよね。ありがとうございます。まあそんなでね、その、まあ、プラスチックでできたものはやっぱり永遠残るし、特にその1000年、プラスチックっていうのは水と二酸化炭素に最後分解されるらしいですけど、それまで1000年もかかるみたいでね、やっぱりそのコアホドリも死んじゃってもプラスチックが残るように、僕らがいなくなってもずっとプラスチックが残っていくみたいですからね。まあ本当、気をつけたいと思いますね。先ほどのなんかあの高田さんのすごいこのメイン、あの美しい絵、あの写真で見れば綺麗だなと思うけれども、そのやっぱりそのコアホドリの赤ちゃんもプラスチックを食べて死んじゃうじゃん、それは人間が生み出したものじゃないか。そうですね、そういうことですよね。まあ、そうですね、まあ、まさかねそうなると思ってませんけどもね、はい、じゃあ次ちょっといきたいと思います。これはイワシの群れがね、この水面ギリギリのところにいるんですね。でわさ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 っと水面が動いています。でこれはあの南アフリカの東南東の海岸にコーヒーベイというところがあってですね、でこの辺りに南極の方からイワシの大群が6月ぐらいになると10億匹とも言われるぐらいのイワシの群れが上がってくるんですね。でそれを食べに、その、まあ、年に一度の大ごちそうということでクジラも集まってきたり、イルカも集まってきたり、それからサメも集まる、それから海鳥たちも集まって上から下からその大ごちそうを食べます。こうやってですね、もう本当にいろんな生き物がそこにね、その時期になると集まってきます。でイワシはまあその逃げ惑いながらだん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 北上していくわけですけども、最初に南極方面から来た時と比べるとだいぶその時間経つとやっぱり食べられて減っていくわけですね。でもこのイルカっていう、イワシっていうのはそういうふうにそのいろんなのに食べられて、ある意味その生態系を維持する大事な役目を持っているわけですよね。でこのイワシっていうのはあのもちろん日本でも大衆魚で日本の近海にもいっぱいいます。でこれはイワシは、こういうそのプランクトン、海の中にいっぱいプランクトンがいますけれども、それプランクトンを食べますね。で実はその、東京湾の、イワシ、カタクチイワシをいっぱい調べたところ、8割のイワシからそのプラスチック、マイクロプラスチックが見つかったらしいですよね。なのでまあその特に日本の近海は他の海域と比べると27倍も多いらしいですよね、そのマイクロプラスチックが。そんなわけで特にそういうふうなのがいっぱいあるところでいるカタクチイワシはその8割方そういうマイクロプラスチックを食べているっていう状況らしいですね。はい、あこれははい、これはですね、国連のですね、あの資料から作成されているものなんですけど、先ほどのカナダの赤ちゃんが、アザラシの赤ちゃんがいたのがこのセントローレンス湾っていうところ、そうですね、はい、それからコアホドリ、コアホドリですかね、がいたのがこのミッドウェイ島で、あとそのカエル王がいた、サンゴがあるのはこのケラマ諸島だということで、なんか国連の環境計画によりますと、まあ、年間
1300万トンのプラスチックごみが、まあ、海に流されていると、捨てられているということで、この赤いのが濃いほど非常にこう、汚染されているということで、日本とかも真っ赤ですもんね。そうですね、多いですよね。で、そうですね、ミッドウェーのあたり、その太平洋ゴミベルトにも、ね、いっぱいもちろんマイクロプラスチックもあって、ほとんど 97% がマイクロプラスチックらしいですね。大きいのも多いと見えますけれども、で、ほとんどがそのうち沈んだり中層まで行ってたりとかしていて、まだまだ見えてないところにいっぱいあるらしいんですよね。なんか温暖化の目標でもよく言われてるんですけど、このゴミについても2050年までに、何の対策も取らなければこの世界の海の魚よりもプラスチックゴミの方が増えてしまう、そうですね、というような予想もされているということで、はい、まあ、本当にもうちょっとこう放置できない状況になっているなと、そうですね、いうことですよね。いや本当ですよね、はい、それでこれも国連のですね、資料から紹介させていただいているんですけど、このプラスチックのこのパッケージングウエストジェネレーションということで、このいわゆるプラゴミのこの包装ゴミですよね、がどれだけこう出てるんだというような分析によりますと、アメリカが最も多くて1年間に国民1人当たりで45キロ出していると。で、2番目はというと実は日本で32キロを出しているということなんですよね、1人当たりで。そうですね、非常にこうやはり日本社会のゴミ捨てのあり方っていうのが、まあ、国際的にも問われている、はい、という状況になっていると。そうですよね、はい、まあ、レジ袋はね、有料化されましたけど、されるまでは今ちょっと減ったかもしれませんけど、世界平均のレジ袋の使う使用量の世界平均の6倍が日本使ってるみたいでしたもんね。だから相当で、レジ袋はやっぱり細かくなりやすいので弱いので、マイクロプラスチックになりやすくて、しかもね、沈んでしまってとか、あとウミガメがこう食べちゃったりとかね、ウミガメも半分、海のウミガメの半分はプラスチックのそのビニール袋がお腹に入ってるだろうって言われてるみたいですよね。なんかこうクラゲに見えるんですかね、あるかわかんないと ね、はい、ね、白くてちょっと半透明っぽいのがね、でウミガメって何でも結構ね食べるんです。雑食で、僕もそういうクラゲ食べてるの何度も見てますけど、やっぱ似てるんですよ、ふわふわしてね。そんなのもありますね、はい。まあ、あとは日本の人はこう丁寧なんで、一個一個パッケージもきれいにこうビニールに包んで、ね、真空パックしたりとかっていうんで、何層にもやっぱりビニールで、レモンの一個一個までこうビニールを、ね、使ったりっていう、そのそれがいいことみたいにずっとなってきましたけど、やっぱりここに来て、その問題が出てきたので、まあね、ちょっと方向を変える必要があるかなと思いますよね、はいはい。で、まあ、本当にこう日本の周りには多いんですね。これは日本海のある島なんですけども、掃除しても掃除してもどん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 こういうふうにたまるみたいですね。で、特に発泡スチロールとか多かったですね。あとはその漁具とかですね。で、これはビーチにね、真っ白いビーチだなと思って近寄ってみると、発泡スチロールが粉々になって打ち上がって白い砂のように見えてたりとかね、これも驚きでしたね。それで、まあ、立山でよくそのプラスチックごみをね、拾ってる友人がいて、で、時々一緒にさせてもらうんですけど、この間拾いに行った時に写真撮ったんですけど、本当に普通にこう海岸線歩いていると、海藻と一緒にこうプラスチックの破片がいっぱいありますね。マイクロプラスチック、これはピンクのもブルーのもみんなそうですよね。本当に当たり前にこう海岸見てもらうと分かりますけど、今はもう打ち寄せています。それから拾ってる先からどん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 こうね、ビニール袋やら破片やらが流れてきて、取ってきれいにしてまたそこに戻ってくると、新たなそのプラスチックごみがね、いっぱいこう漂着している感じですね、はい。で、まあ、そういうのを見て、うちでもなんかしなくちゃねっていうことで、まあ、いろいろやってまして、特にうちのかみさんが中心にいろんな
こうやったらいいんじゃないか、やったらいいんじゃないかって工夫して始めてくれて、今家族でね、いろいろと、やっています。例えばその、まあ、マイバッグとかマイボトルっていうのは今かなり浸透してきましたけれども、これだけでもペットボトルっていうのは、まあ、日本ではかなり回収されるって言われていて、実際に日本人やっぱり几帳面なんで9割方リサイクルしているって言われてますけど、それでも本数ものすごい数に、ね、日本人やっぱりこんだけその自動販売機がある国もないので、ほんの、90% リサイクルしたとしても 10% は20億本なんですって年間ね。でその1割がまあ海に流れたとしても2億本なのでね、やっぱりそれは大変な数になりますよね。あとはレジ袋なんかはさっきお話しした通り、それからこう、まあ、やっぱりすんごい丁寧に包んであったりとかするし、どれを買ってもまあスーパーに入るとやっぱりビニールに囲まれてしまったみたいな感じのほど、やっぱりそういう商品多いんですね。なのでまあなるべく裸で買えるものは裸で買いたいねっていうことで、自分力はその器を持って行ってね、例えば豆腐屋さん行ってこれに入れてくださいって言うと普通に入れてくれるし、スーパーだともうパッケージされてますけども、肉屋さんとか魚屋さんに行くとそのこれに入れてって言うと入れてくれたりとかねするので、あとはトマトなんかものはなるべくこういう裸のものとかを買ったりしますし、まあそういう器を持っていくっていうのはいい手だと思います。でその買うその向こうの側のお店の方もね、あそうなんだねって気づいてくれたりもするのでね、なかなかのいい手だと思います。あとはマスクもやっぱりコロナになってかなりね落ちてますので、それが海にも入っていったりもするし、まあできればね、かなりの人が今使い捨てじゃないのを使ってらっしゃいますけれども、まあ、これもやっぱりぜひやった方がいいなと思います。それからスポンジでこの食器洗うと、そのマイクロプラスチックも出ていくんですね。であとはスポンジも使えなくなっちゃったらそれはゴミになりますし、でそれにはこの琵琶湖付近っていうのがね、随分その知ってる人も多くなりましたけども、なかなか使えます。これね、これで食器とか洗うと洗剤つけないでも、ね、ほとんど落ちちゃうんですね。油もんでもね落ちちゃうんですよ。で結構、まあ、ギトギトの油の時はうちでは着なくなった服とかシャツとかを切り刻んでおいて、それで鍋とかねそういうの拭いて、その後でこれで洗うとね、ほとんど洗剤使いませんので、そういう意味でも二重にいいと思いますね、うん、どこで買えるんですか？これはね、まあ普通にネットでも買えますしね、うん、あといろんなエコショップみたいなところでも結構売ってますね。はい、あとはそのラップもまあうちでも使わなくなって久しいですけど、こういう蜜ろうで作ったね、このラップ、蜜ろうラップって言いますけどね、これを水で洗いてはまた干して使い、また洗っては干して使いってすることで、ラップも使わなくなりましたね。それからいろんな野菜ね、どうしてもそのビニールに入ってるのが多いので、そういうのもなるべく買わない方がいいかな、買いたくないなと思って、うちで、まあ、作れるものは作ってみようかということでね、家庭菜園をやってます。まあヨーロッパとか、まあ、海外では割と裸で売ってるもんでも、日本のあれはねすごく皆さん丁寧だし、買う方も几帳面なので、そのヘナとならないようにねビニールに入れることが多いみたいですけれども、まあ自分家で作ればそういうの一切ないのでね、結構去年の夏とかもいっぱいこれでパンデミック中食べることができました。それからもう本当狭いその隣の敷地との境目にも、ちょっとしたこういうプランターをね作って、野菜とか香辛料とか、香辛料っていうかその薬味とかですね、そういうのを作って使ってました。なかなかこれも使いました。あとはね、コンポストですね。これもなかなかすごくいい方法ですね。生ゴミが出たやつをそのまんまやっぱりビニールに入れないと、もうゴミ箱の中がぐしょぐしょになっちゃうので、ビニールが必要だと思いますけど、基本出た生ゴミをここに入れとくと、どん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 土にしてくれるんですよね。で、前の日に入れたのも、あれ、なくなってるじゃんっていう感じで、
微生物の働きとかね、そういうのも分かったし、そのものすごくこれは使えます、おすすめですね。この箱も手作りです。簡単です。ただもう本当にこう切って釘で打ち付けただけなんですけども、これが生ゴミ系をねみんな吸ってくれて、非常にゴミが、そんなことをいろいろ、まあ、ビニールのものを使わなくしたりコンポストしたりして、我が家ではまあ3分の1ぐらいにゴミが減って、だいたい2週間に1遍かそこらですね、もっと少ないかもしれませんね、ゴミ出しが少なくなりましたね、うん、コンポストですね。生ゴミ、これお部屋の中でコンポストなんですかね。そうですね。このまあよくあの匂いとか大丈夫なんですかね。これは匂いしないんですね。そうなんですか。まああんまりこの肉類とか魚類はあの少なめにしてますけど、でもそういうのも入れて、うん、あとはやっぱり外に出しといた時とかは多分虫が入って卵を産んだりするかもしれませんけど、うん、家の中に置いとくとそういうのはないので、虫も湧いたこともねほぼないし、匂いもしないのでね、本当なんかあれですよ、かき回してると森の匂いがね、しますよ。そうですか。はい。でまあ野菜作りながらそこに来て食っていく虫とかもすごく見て、それからこのコンポストやって微生物の働きを見ると、なんか地球のシステムがすごく見えてきて、そういう意味でもね、あの大自然に行けなくなった代わりにその家の中でそういうのを観察してね、結構楽しいですよね。そうですか。はい、はい、でまああとはできることですね、そのまあプラスチックっていうのも温暖化的にもやっぱりね、できれば減らした方がいいものっていうのがあるんですね。っていうのはプラスチックってその最初に石油製品ですから、その化石燃料を取り出して、地下にあったもの、化石燃料を空中に取り出してそれで作ってっていうものですから、まあ基本的にはやっぱりあれですよね、その時点ですでにその二酸化炭素を増やしてしまう。でさらにプラスチックを1000年も分解しないで残るっていうことだったり、それからそれをリサイクルするにしても、ものすごいその熱量、エネルギー、それから労力、僕も一回あのリサイクルの工場も見に行きましたけれども、ものすごい手間をかけてね、何度も洗ってきれいにして、それから粉砕して、それを運んで別のところでまた使ってとかね、でその時点でもやっぱりいっぱい二酸化炭素も出してしまうし、だからリサイクルすればいいっていうものでは全然ないと僕は思いますね。まあそんなこともまあ一つとしてあるし、あとはそのあれですね、家畜類、特にその牛は餌を作ること、それからその糞尿の処理すること、それから運ぶこと、いろんなことでそのものすごいやっぱり二酸化炭素が出るんですね。あとはそのゲップとかからメタンガスもものすごく出て、その温室効果ガスになったりっていうことで、かなりの割合をその牛を飼うことで、出てるらしいんですね。なのでまあ、今までは無意識でそのハンバーガー食べたいところにバカバカ食べていたとすれば、それを週に例えば2回にするとかね、少しあこの安くっていっぱい食べられるハンバーガーが欲しいなっていう気持ちが、そのどん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 安く牛をひどい状態でいっぱい作るっていうことにしてしまったんだと思うので、そこら辺をちょっと意識して少し減らすとか、っていうことでね、全体がそういうふうにするとやっぱりかなりの、そのまああれですね、温暖化の対策としては個人のできることとしてはいいかなと思って、そういうふうなこともやったりしています。まあ自然っていうのは、あの例えばこれノニなんですけれども、ノニっていうのは万病に効くっていうふうに言われていて、まあ、僕らが食べるものも考えてみると、その、まあ、バナナでもリンゴでも、それからお刺身でもタバコでもビールでも日本酒でも、みんなその自然のもので取っているわけですよね。で薬草になるものもあるし、おいしいと思えるもの、それから栄養になるものも、みんなその自然がこの人間に提供してくれて、自然は基本的には人とか生き物をその育てよう、元気にしてあげようっていう、なんかそのものが働いていると思うんですよね。でまあ微生物からいろんな大きいものまで全部がその絡み合ってぐるぐる回っている、そのあたりをちゃんとその意識をして、
なんか食べる時もちゃんと命をいただいているとかね、そういうのも気をつけたらいいのかなと思ったりしますね。この自然のシステムっていうのはもともとできている偉大なものなので、それをすごく貴重なもので唯一絶対に失っちゃいけないものという意識でやったらいいのかなと思いますね。まあそんないろいろちょっと生活の工夫とかも見てもらいましたけれども、その中の一つでかみさんがこれ新聞でね、新聞バッグっていうのを作っていますね。これは東京新聞さんでいただいたものを使ってね、新聞バッグ作った写真ですね。今ここに現物もあります。ね、これはなかなか強度もあってですね、しかも結構その絵柄を選んでやるとおしゃれだったりとかして、そのまあ、人気なんですよね。でこれを例えば持って行って、こういうその果物とかね、野菜を買ってこれで持ち帰るのもいいですしね。あとはその、やっぱりリサイクルっていうよりはそれ以前にあるものをリユースするっていうのがやっぱり一番大事だと思うので、新聞もすぐにリサイクルに出すよりこう使って、その後にリサイクルするとその一つ、いいんじゃないかなと思いますね。おしゃれですね。そうですね、これは僕のことを記事にしていただいた時のやつですけれども、こういうものにそのね、ちょっとしたものを入れるっていうのはすごくいいかなと思います。それからあとは新聞っていうのは昔から使われてきてますけど、本当にこう普通にこれは川さんがさっき買ってくれると思うんですけど、こう巻いてね、巻いとくだけでも湿気が飛びにくいし、あとこの冷蔵庫に入れてもね、へなっとしにくいですよね。そうですね、なんか本当に冷蔵庫の中のミイラたちが、ね、はい、どんどん干からびていってしまう野菜が多いかと思うんですけどね。ビニールでなんかスーパーなんかだと包んだままなことが多くて、そのまま入れておくと、やっぱりビニールだとベタベタになってて、ちょっとこういわゆる悪くなっちゃう、ミイラじゃなくてまた悪くなっちゃうっていうところもあるんで、逆にやっぱり新聞紙っていうのは、適度にこう湿度をこうキープできるみたいな、そうですね、ものなんだなっていうのは、最近なんですか、ちょっとあれこれは役に立たなっていう、冷蔵庫の中のラッピングとしては非常にいいなっていう、昔から山本とかを包んでね、そうですよね、言ってましたよね、またそういうのも復活するといいですね、そうですね、まあ、あとはもっとですね、こういういろんな個包装の代わりにこういうふうに小分けできるような袋だったり、ちょっとねこう英字新聞でおしゃれ作ったりとか、いろんなバージョンもあってですね、楽しいですよね。僕も時々手伝いますけども、本当に新しいなんか入れ物として活躍できるかなと思います。本当に今、コロナの、ね、時代で高田さんも取材にも ずっと行けない状態でいらっしゃるんですよね。だからこそあれですかね、そのステイホームの時間にこう考えてほしいなと、そうですね、やっぱりね今こう時間ができて、皆さんいろんなこのお料理したり、結構ね、普段の生活っていうのに目を向けている人も多いと思うんですけど、その自分たちが使っているものとかね、暮らしの一個一個にもう一回目を向けて、本当にこれ必要なのかとか、こんなにこう必要だと思ったものをどんどん買っていったら、もうなんか自然はこれを処理しきれないよねっていう風なところにちょっと思いをいたすとか、いろんなことをその自分の身の回りのところからもね、こう気づいてもらうと、すごくこの時期がね、生かせるかなっていうふうには思いますね。やっぱコロナで毎日いろんな数字が出てきてるんですけど、本当に我々は3つの、見えない敵に向き合ってるなと思うんですよ。一つは温暖化によるその CO2 ですよね。それから福島第一原発による放射能、それからこのコロナウイルスって3つ見えない
けど戦っていかなきゃいけないっていうものがあると思うんですけど、はい、その中でやはり人間が生み出してとっても便利だけれども自分たちの体に今こう跳ね返ってきてる、このサンマの塩焼きを楽しもうと思って、この内臓を食べると、美味しいその内臓の中にいっぱいマイクロプラスチックゴミが入ってるかもしれない、そうですね、まあ、サンマもやっぱりねあのプランクトン食べますから入ってるのは間違いないと思いますよね。であれもやっぱりそのまあマイクロプラスチック自体は消化管の中からよく見つかるっていうことで大体は出るんですけども、でも本当に細かいものとかは末梢のその血管に入って肝臓に行ったりとかっていうのもあるし、あとはその恐ろしいって言われているのはプラスチックっていうのはやっぱりその海の中のいろんなその毒物をね吸着する性質があって、だそれを食べてその毒物が人に影響、まあ、もちろん魚にも影響を及ぼすかもしれないし人間にも影響を及ぼすじゃないかっていう、まあ、研究がねどんどん進められていて、それがそのまあうん、なんか僕らに影響が あるかもしれないっていうのが一つ、それから生き物たちにはもうとっくの前からそういった影響があって飲んじゃって死んでたりとか飲み込んでかろうじて生きてるのとかから含めねいっぱいあるわけですし、まあやっぱりね見直す必要があると思いますね。そのどんどこどんどこ作っては消費して捨ててっていうのをやっぱり歯止めかけて樽を知るっていうことはねすごい大事じゃないかなと思いますね、はい、プラチックゴミはあの目に見える敵、ある意味便利だけど、まあ解決しなきゃいけない問題だから逆に取り組みやすいのかもしれませんよね。そうですね、まあね僕らがねすごくこう便利だと思って作ってきたあのもう本当にこうそれの象徴なんですけども、全然その敵じゃないと思うんですね。あの僕らの意識変えればねまたあの新しい方向の世界が作れると思いますのでね、はい、ありがとうございます。ここであの今回ねあの、はい、高藤さんにあのおいでいただきまして、その講演の内容をもっと深く理解していただくっていうためにちょっとご本をですねあの紹介させていただければなと思っておりますが、はい、まあ、一つはあのこちら の, あの日経のナショナルジオグラフィック社さんであの出されていらっしゃる、プラネットウォーターですね。こちらの本当にですねあの中は本当に写真だけがこう特集されていてですね、まあいわゆるあの幻想的で美しい世界の本当に何ですかね、あの見たこともないような美しい風景とか動物がですねあの紹介されていらっしゃいます。でこのやっぱりあれなんですよね、高田さんのこの思いこのウォーターっていう中に先ほどのいろいろな問題が実は込められていると、はい、そうですね、まあ、あの2016年にダボス会議っていうのでねさっき加茂さんお話したみたいな魚2050年に魚の重さよりもプラスチックごみの重さの方が重くなるって発表されて、それもずしんときてたり、あとはそのずっと見てきたねその海のそのプラスチックのことやら、水って僕らの体の3分の2は水なので、地球の水が汚れるイコール僕らの体が汚れるっていうこと、僕らとその一心同体なんですよね地球と僕らが。だからそれをまあグラフィックにね感じてもらいたいなと思って、水の大事さを感じてもらいたいと思ってその本を作りました。なるほど、はい、それでまたそのまた最近出された5本がそれに続いてこの、はい、光と日と神話という5本を、はい、これ大和渓谷社さんまで出されたということでですね、はい、あのこれは本当にあのお写真も入っていて、しかもこうエッセイって言いますか、はい、あのいろいろな高田子さんのこう思いがですねこう美しい写真と一緒にこう語られてるっていう、まあこれは本当にあの光と日と神話のタイトル通り、こう本当にあのステイホームで読むのに非常にいい、はい、あの5本かなと思います、はい、まあ、今回ですね私はどうもあの東京新聞の方ではあの東京新聞 あのオフィシャルショップでですね高田さん の, あのサイン本を、限定販売をしております、普通はですね、一般の、まあ、ネット販売ですと、まあ、単に本を買うっていうことはできるかと思うんですけども、サイン本っていうのは
著者の方が直接されて初めてこう発生するものですから、これは皆様がご希望の方が申し込まれたら宝田さんが出版社に発注しですね、それが私どもの方にご本が来まして、そして宝田さんが社に来ていただいてサインをして一冊ずつお送りするという、まあ、非常に限定的な販売をしておりますので、ぜひこの機会にですね、プラネット・オブ・ウォーターと、光と虹と神話、まあ、両方これは読まれると高砂ワールドというのがかなり、理解できるんではないかなと、思います。それですね、あと、実は海外で、読まれている見ていらっしゃる方もいるかと思うんですけども、その方にはですね、オフィシャルショップ の、メールアドレスがございますので、そこに、送っていただければいいと思います。それはですね、こちらですね、これでよろしいですか。はい、こちらでですね、海外でご覧になっていらっしゃる方はですね、実はクレジットでの決済できませんので、直接こちらのですね、弊社の、オフィシャルショップのメールアドレスね、この shop@tck.hanbai.jp でございます。Thank you very much for everyone. So if you want to buy it, Mr. Takasabu's photograph collections, please send email this address. Please, thank you very much. ということでございます。国内の方はあれですよね、送料、はい、2月とかまでの、そうです、そうです。国内の方はですね、10日までの ご申し込みの方にはですね、送料が無料でございますので、ぜひ、お申し込みをお願いいたしたいと思います。この講演にあたりましてはですね、日本自然保護協会様、他にはですね、国際環境保護団体、上野動物園にいる動物に似たマークの、団体の方からも応援の声もいただいております。海外ではですね、オックスフォード大学の、グリーンテンプルトンカレッジにございます、ロイタージャーナリズム研究所の、国際記者ネットワークでも共有をしていただいております。ラスムス・ニールセン所長様、ありがとうございます。先ほどまし、ラスムス、その他ですね、フィンランドやドイツの方からもご連絡いただいております。フィンランドの、キモン・ルンダさん、ありがとうございます。それからベルリンの、リマ・ダポーズ様からも、ご連絡いただきまして、本日がお誕生日だということをお伺いしておりまして、お誕生日おめでとうございます。ハッピーグベルタークですかおめでとうございます。それではですね、高砂さんから締めくくりの言葉をいただきですね、講演会を終了したいと思うんですけど、その最後の最後にはもう一回ご映像ございますので、ぜひご覧いただきたいと思います。今日はどうも長い時間になってしまいましたが、ご覧いただいてありがとうございました。まあ、ずっとお話してきたみたいに、例えばプラスチックの問題にしても、プラスチック自体はやっぱりその僕らがずっとこういうものがあったらいいなって思ってきたものがその形になったものだと思うんですよね。まさかこういうような溶けないとかいろんなところに被害が及ぼされるっていうようなものになると思ってなかったので、本当にこう形が、まあ、気持ちが形になったものなんですね。でこうなるとは思っていなかったわけなんですけれども、これからじゃあどうしたらいいかということを考えると、じゃあその新たなビジョンをね考えて、じゃあこういうふうになったらいいなっていうふうにまずビジョンを立てて、そこに向かってこう
やれば絶対にそういうふうに変わっていくと思うんですよね。まあまあいいかとか、この状況がわからないまんま、まあいいかまあいいかでやってしまうと、やっぱりもうそのうち取り返しがつかないような状況になるんじゃないかなというふうに思いますね。それからまあ温暖化含めてですけれども、地球というのはやっぱりそのさっきも話したみたいにちゃんとシステムがあって、こういうふうに微生物からその植物、それからその地中に埋まった、二酸化炭素、いろんなものがこのぐる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 回って、その上を水が回って、生命があって成り立っているわけですよね。でその辺を無視してその分からないで生きてると、やっぱりどんどんその溶けないもの、その循環の中に入り込めないものがどんどん溢れてきて、結局は僕らがその処理しきれなくなり、しかも害が及んでしまったりとか、やっぱりその辺はよくシステムを分かって、その範囲内で生きられるようにそのちゃんと方向を考えて、それでそっちに進むっていうね、その意識が必要だと思いますね。でその上でやっぱりその使いすぎてないか、樽を知るをやってないかっていうのを意識しつつ、それからその地球っていうのも一つの生命体だし、他にそこに住んでいる他の生き物も生命ですのでね、そういうのにこう一個一個愛情を持ってその接するっていうふうなことを考えて暮らせれば、絶対にいい方向に向くと思いますのでね、それをぜひみんなで少しずつでも意識してやっていけたらいいかなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの後の映像をもって今回の講演会を終了させていただきたいと思います。ご視聴の方々、この度はどうもありがとうございました。